日向ぼっこは、じっと日の当たる場所、日向でとどまって太陽光を受けて体を温めることであり、日だまりの暖かさを楽しむことである。日差しの強い夏場などの日に当たることは日向ぼっことはあまり言わず、その場合近い意味を持つ日光浴を使う。人間は自然の太陽光や風に触れてリラクゼーションを目的として行うことが多い。例えばテラスやバルコニー。 日本家屋の縁側は、火の当たる場所に作られて、庭木を見たり、音楽を聴いたり、軽食を楽しんだりしながら、日向ぼっこをする。日光を浴びて、肌が紫外線の照射を受けることで、血中のコレステロールがビタミン D に変わる。ビタミン D は骨や歯の形成に不可欠であり、欠乏するとくる病など障害をもたらす。ビタミン D 不足は、 日照量が少ない地域のフード病といえ、欧州人が白い肌を持つに至った原因である。ゆえに、これらの地域では、日光浴が推奨され、習慣となっている。人においては、午前10時から午後3時の日光で、少なくとも、週に2回、5分から30分の間、日焼け止めクリームなしで、顔、手足、背中への日光浴で、十分な量のビタミン D が体内で、 生合成される。日光を受けることで体内時計が調整される。人間には体内時計と呼ばれるおよそ25時間周期の生理リズムがある。1日は24時間であり、体内時計と日にちにはズレが生じるところを朝に日光を浴びることでこの体内時計がリセットされることがわかっている。ウミネコの日向ぼっこ動物にも日向ぼっこを好むものが多い。 例えば、鳩は冬場に集団で固まって日なたぼっこする傾向がある。また、青海亀も甲羅干しをする変温動物であるために日なたぼっこをしないで体温が下がると動けなくなってしまうためである。また、水中より体力を温存できるので餌が多くなる時間帯まで陸上で待つことや、甲羅についた寄生虫やカビや細菌を死滅させることも目的とされている。 ある種の動物では、毛皮や羽が紫外線の皮膚への到達を妨げている。蝶類や毛皮を持つ、哺乳類においては、皮膚から毛皮や羽に皮脂を分泌し毛づくろいすることによって、口からビタミン D を摂取している。ありがとうございます。